こんにちは。豊さん、はい、いや今年は結構監督がね新しくまた変わるっていうの多いですね、今オフから。今年に限ったことはなんか急に変わるからな、まあびっくりすることがあるよな。ありますよね、はい、今シーズンは7チームの監督が続投、はい、5チームの監督が新しく来季入れ替わるということで、はい、あ、非常にちょっと入れ替わりあるなと思ったんですけれども、 そうですね、はい、その中でも今日はですね、続投する監督に豊さんが期待することであったりとか、ここからこんな風にさらに上を目指していってほしいというのを語っていただきたいと思います、はい、まずはセ・リーグです、はい、巨人、阿部監督はもちろん続投、まあとにかく今年1年でピッチャーの整備とか見事にしたと思うんだよね、はい、で守備もそこそこ良かったし、うん、あとはやっぱりどうやって点取るかだな。それは話されてましたね。いやもうそれしかないよな、うん、だからまあ阿部監督は今年1年かけて今まで雑になってた野球を、はい、ホームランの野球をこういうこともやらなきゃいけないんだよっていうのを示しながら勝っていったと思うんだよ、はいでホームラン数が減った、うん、ホームランで勝つ試合が減った、うん、だから打つ方、うん、細かいことはできるようになりつつある。あとはやっぱこう継承してもらいたい、継続してもらいたかったのはホームランを打つ、はい、まあこれも大事なことだっていうふうに、だからまあ両方を追うと両方ともダメになるっていう、2頭もの1頭も得ずという、はい、だから今年は細かい作業をやった、うん、で来年はちょっと融合してほしいな。そこはもう打つ方と細かい野球の融合ですよね。例えば中山礼都選手であったり、はい、門脇選手、あとまあオコエ選手、浅野選手、はい、佐々木選手もそうですけど、バッティング打撃という意味では例えば秋のキャンプでそういった若手の選手、若手から中堅の選手にどういうことをやっていってほしいなっていうふうに。あのね、ベテランになるとさ、量より質なんだよね、はい、そんなに練習することはないと。だけど若手の時って質より量の時もあるんだよね。今ねもう科学的に、ね、数値が出てきて筋肉量がとかさ、はい、やりすぎると何の意味もないとかさ、まあ、そういうこと言われてるけど、やっぱね自分でどうやって打ったんだろうってとっさなところってあるんだよ、バッティングって、はい、それは150キロ以上で投げてこられてて、こんなところを決められてなんで打てたのっていうのが自分でも不思議なぐらい。これはやっぱやってるからそういうものが出てくるだけであって、はい、やらない人にねそういうことは生まれない。だからとにかくねバットは振ったもん勝ちだと思うよ俺は。秋は振り込むっていうことなんですか。とにかく、うん、だからそういう時期の選手が多いということ、うん、今いろいろ言われるじゃん、コンプラだとかさ、そういうのを抜きに、うん、そういうことを話し合って一回振り込ませてほしいなと思うよ。うん、そしたらやっぱその振り込んだ量が自信になってくるから、打席で、うん、で何もしないのにさ、何を基準に自信を持てばいいの。そうですよねと俺は思うんだよ、うん、ね、みんなが100本打ちました。100本打った中でなんで自信が持てる。100本振る、これが200本俺は振った、みんなが100本しか振らない、でも俺は陰でもう100本振ってた、はい、それが自信になって打席で立てるわけよ、うん、だからその自信を持てるまで俺は振ってほしいなと。あと今シーズン最初に言ってた、キャンプの時は最初にしたのが、その例えばセンターから逆方向だったりとかを徹底してやるみたいなことも話されてたんですけど、そこはそこで引き続き大事なんですか。それはねやっぱりね技術の問題なんだよ。やっぱ反対方向に打ってとか、はい、そういうことっていうのも一つの技術なんだよ。これはヘッドがやっぱ遅れてこないと反対方向に絶対飛ばないわけよ、はい、先に出ちゃうと、うん、だからそれを反対方向反対方向って言うんじゃなくて、うん、やっぱそういう技術を身につけてほしいって。技術を身につけるっていうことなんですね。いやだからね、反対方向というとね拒絶するやつがいるわけよやっぱり。いやコメント欄見てみろお前誰かのバッティングコーチ反対方向反対方向って言ったら右打ちばっかりやるわけいやそうじゃない、それは技術を習得してほしいんだそうです。なるほど。だからそれが例えば追い込まれてからのファールに逃げるっていうこともできるわけよ、その技術がですよね。技術があれば、だからそこばっかり切り取らないで、技術を一人一人が身につけていくっていうことを考えると、はい、もう外野の声なんか気にしなくていいですよね。だからその説明があるかどうかだよね。なるほど、確かにそう言われると、あ、そういうことかって言って変わりますもんね。なるほど。さあ、DNA、三浦監督も続投決まりました。そうですよね。はい。大輔難しいと思うんだよな、まあ例えば今のままの布陣でエラーをなくせっていう方が難しいんで、これを精度を上げろって言っても一切土地を取っていくとその精度は失われていくんだよ。だから来年はこのままでももう仕方ないっちゃ仕方ない、しかし後釜とかコンバートをこうするというか、そういう構想を練っといてほしいな。例えばコンバート牧選手であったり、それ例えば宮崎であったり、大輔の立場だと本当難しいと思うよ。このまま現状だと今年ぐらいのエラーは出てくるなとか、まあそういうことはあるんだよ。まあ内野だけのせいじゃないけどもね、だけどコンバートしてあの打撃をもってすれば確実に優勝できる、で水も漏らさぬみたいな、鉄板にこう守る布陣ができたとしたら強いチームになるけどなと思うけどな。そのためにはやっぱりコンバートだったり、まあ、守備っていうことをちょっともうちょっとでもそこからうまくなるということは俺はまだあんまり考えられないんだよね。となるとやっぱり牧選手はファースト大筋がいる。でも宮崎もやっぱある程度体に負担がきてる、そしたらファーストっていうことも考えなきゃ、ファーストがダブル、そうなったら牧をサードに持っていくのかとか、でも角度が違うからそうですよね、右と左じゃ牧の野球部の感性が変わってくるとか、まあいろいろあるんだよね。で浅村とか中村奨吾、同じセカンドからサードに行ってるけども、やっぱ2人ともやっぱ守備で苦労してるわけよ。そうなったら安易にサードに持っていくっていうのは危険だなって、牧のバッティングを考えるとね、それだったらファーストの方がいいだろうというようなことはね、大輔も考えてると思うんだけど、やっぱ三浦監督は大変だと思うよ、そこら辺は。来シーズンで急に動かすわけにはいかないし、だからじわーっとしないか、そのために選手も育てとかなきゃいけない。だから梶原っていうのはうまくいったけどね、そうですね、ライトでね、だけどこれをどうしていくんだっていうのもあるし、渡来選手も育てなきゃいけないってなると、来シーズンは外野の佐野選手がいて、例えば桑原選手、海老名選手いて、ここに梶原選手、渡来選手ってなると、いい選手がいるだけにどうしていくか、だから難しいんだよね。これをどうしていけばいいんですかね。だって筒香だって代打だけで取ってるわけじゃないからね。そうですよね。だからまあここら辺は俺は頭痛いと思う。ただいないんじゃないんだから、まだ幸せな悩みだよね。そうですね。ただ頭の痛い悩みだよ。だからここら辺はどういうふうに考えるかね。あとはキャッチャー、もちろん山本雄大投手という正捕手がいますけれども、戸柱選手はこれだけの活躍をできるとなると、いやだけどこれはもう戸柱を切り取ってるだけだから、そのいい時を、これは1シーズンあの体で持つかって言ったら、そうですよね、あれ使い続けて故障するから。そうか戸柱そうか、そうですね、鍛えろ。そうですね、そこはね。だけどそれ以上に松尾がいいんだよ。あ、そうですよ。あ、コンバートは。いやだからコンバートも考えてるんだよ。だから頭痛いんだよ多分。ちょっと頭を悩ませる来シーズンになりそうですね。まあもう今から悩んでると思うけど。そうなんです。どうするのがベストで将来的に力が落ちないでいけるかっていうところをね。で松尾も悩もできるしね。はい。だからまあここら辺がどうしていくのか。まあちょっと見ものだな。そうですね。さあ続いて、広島新井監督です。今年の失速って何が原因だと思う？ピッチャー陣の疲れ、もうだから8月終わりまで突っ走りすぎちゃったってことですか？それを維持できるのは何だ？維持できるのはあとは打つしかない。打つのもそうだけど、スタミナだよね。まあそうですね、スタミナ。俺ねやっぱりね練習量が減ってると思う。あのカープ、あのカープがしなくなってるから。これはいろんな情報を取るとね、やっぱ昔の練習と比べると、やっぱ相当減ってるよ。これは今の野球のやり方だから、まあ仕方ないっちゃ仕方ないけども、でも俺はあまりにもスタミナが切れすぎだなと思う。それはまあ確かにね、点が取れないから必死に投げてるっていうこともある。それと広島の気候があるよね。暑いんですよね。暑いし、9月になった途端にデーゲーム始めたりする。そうなんです。いやこれはね、昔俺らが9月広島行ったら、だからヒヤッとしてものすごい気持ちよかったよ。でも今不快でしょ。はいはいね。暑すぎる。だからそこら辺の日程も考えなきゃいかん、まずはね。だけどそれに伴ったやっぱスタミナ不足だわ。これはもうも秋のキャンプ、春のキャンプ、自主トレっていうことになってるんですか？やっぱ厳しくもう少しやった方がいいっていうことと、やっぱこう軸を作らなきゃいけないな、打線の。いわゆる3、4、5ですよね。まあ3、4、5、まあ小園が1人入ってるから、はい、まあ坂倉も打てるな。だからまあ末金、でも末金じゃ物足りないな。そうですね。そしたらやっぱり4番ということをしっかり守り通せる人間を作らなきゃいけないな。まあ今言われてるのがカープ大山選手行くんじゃないかって言われてますし、あとはまあちょっと外国人が最近当たってないっていうのはあるんですけど、今年も去年もダメだったんですけど、そうなんですよ。だから信頼できる外国人持ってこれるか。まあそうだな。まあでもやっぱ行かないの時もやっぱこう日本人でやっぱこうしっかりね中軸を打てる人間を育てないとな、4番という。ってなるとやっぱり坂倉でもいいんだよ、もうお前4番だぞみたいな、絶対外さねえからなみたいな。まあそんな感じでもいいんだけどね。例えば末金選手、あとこの YouTube でも取り上げた佐藤選手とか、そういった選手たちも、まあ佐藤もね4番タイプではないわ。ではないとか。田村もそうやな。田村選手もそうやな。やっぱどしっと4番って、まあ理想は鈴木誠也ね。いないけど。だからああいうタイプがいてくれるといい。そうか。それは末金選手はどうなんですか？末金はね今の状態だったのよ。7番にいて怖い選手だな、4番にいて怖い選手かというと、みんないや怖くないっていうと、新たにそれは比較が岡本とか村上になってくるから、そうか、そうしたら怖いか、怖くない、そうだろ、だから7番だったら怖いけど4番の怖さではない。例えばそれを秋キャンプ、春キャンプで新井監督が末金選手を指導して育てて4番にっていうことは信用できない。いや俺はね、いやそれはもう結果だから、いやそれはもう4番としての本当に結果を30発打って、また100打点という、打点が上げれるかどうかっていう、そうですね、それは未知ですね、未知だろ、だからまだ信用はできない、育てるっつって、やっぱこう、大山だったら信用できるでしょ、で怖いでしょ、怖いですね、いやだからそういうふうになってこないとな、だからそういうふうに作っていかないとな。そうですよね。ちょっと矢野選手の最後、守備っていうところでもほっころびありましたけど、体力作り、そこをちょっと目指していかないと。やっぱね、判断力が鈍るとか、そういうのっていうのは、やっぱスタミナから鈍ってる可能性もあるよね、まあ思考が動かないっていうか、働かないというね、だから全体的にスタミナ不足かなっていうふうには、ちょっと感じたけどね、そこは新井監督が。だから昔の広島のイメージがあるから、いや、そんなことはないだろうと思うけども、急に減らしたら、やっぱスタミナ不足になる。そうですね。そこはじゃあ秋のキャンプで新井監督がもう徹底的にやるかと、もうね本当にね科学的にとか、どうのこうのっていうのがやっぱ邪魔してる可能性もあるよね。やるところはやらないと、やりきって確固たるものができた人間には免除してもいいけど、やっぱそこまではねちょっとやってほしいな。そうですね。ヤクルト高津監督です。もうピッチャーでしょ。もうそうですよね。あとはね、やっぱこう怪我人が多く出るという、なぜなのかっていう原因は突き止めてほしいな。まあ確かにね、そのいい選手はたくさんいるよ。ただ山田がなぜ体が万全にならないのか。ずっとそうですね。ずっとそうでしょ。キャッチャー軒並みポンポンポンと怪我する。塩見が怪我する。2年連続ですよね。そうやろ。でピッチャーだって奥川が。なんかですよね、ずっと投げれないとか、だから故障者がものすごく多い、どういうメカニズムで怪我をしているのかっていうのを、まずやっぱこう、流れを変えないからな、あとそういうコーチ陣とか、あとサポート体制とか、そうだね、っていうことですよね、だからあとは打つ方で言えば、何の心配もいらないんだよね、そんなに、もうみんな技術もあるし、力も持ってるし。だから故障者が治ってくれば塩見1番とか、長岡2番、オスナ、村上、サンタナって続いたら、もうそれだけでゾッとするぞ。嫌ですよね。嫌でしょ、だからそこら辺はいいんだけど、やっぱピッチャー陣が軒並み怪我してるし、だからまあそこら辺を整備することやな。去年も言われてたことだったので、それが今年もちょっとできなかった、なので今シーズンオフ、秋のキャンプでは、なんとかピッチャー陣の整備、ピッチャー陣の整備ってピッチャー何すればいいんですかね、キャンプでは。これは。いややっぱりさ、精度を上げるとか、はい、俺ね、一番気になってるのは、ヤクルトのピッチャーって誰を見ても同じような投げ方しかしてないんだよ。これがやっぱバラエティーに飛んでおけば、うん、やっぱごまかせると思うんだよね。はい、みんなオーソドックスに上からこう投げてくる。持ち球、シュート、シンカー、ね、スライダー、フォークですよ。みんな持ち球も一緒、うん、全く変化がないんだよ。だからここら辺変化を持たせるようにするのも一つの手だし、はい、だから、まあ、来年はロドリゲスが後ろの方に回るのかなっていう、中継ぎ、はい、まあ抑えまでいくかどうかわかんないけど、はい、でもああいう一面が今年はなんか見えてきた部分があるし、だから悪いところだけが目立ったけども、投手陣はね、でももうそういう、まあ、明るい兆しも出てきてるから、はい、整備をしてほしいな、小川もな、そうですね、やっぱエースと言われてて、故障して投げれないとか、それじゃ困るのかな。確かに、なので、高津監督もやっぱり引き続きやることが多いオフになりそうですよね。さあ、ソフトバンクです。パ・リーグね、はい、小久保監督。まあソフトバンクはやっぱ新しい血だな、まあでもね、あそこはね、新しい血っつっても出てこれないよ、なかなか。いや、暑いですからね、暑いし、レギュラーの技術が高い、だからなかなかやっぱこうね、取って変わろうっていうのは難しいけども、まあでもやっぱ底上げだよね。小久保監督にはさらなる底上げをしていってほしい、まあそうだな。あとはやっぱり先発ピッチャーという意味では、東山とかね、和田とか、今年あんまり投げれなかったけども、まあ、そこら辺の整備は必要だからな。そうですね。あとは後ろっていう意味でも、後ろはね、オスナ投手からね、途中はダメでしたし、まあでも力があるからね、なかったらヘルナンデスがいるとかさ、あとはまあ杉山が伸びてきたとか、松本投手であったりとか。そうですね、育ってはいるんですね。あんまりよくない。特に小久保監督に関してはあまり何かあんまりないよね。ないですよね。でも柳田が途中で抜けても柳田いたなみたいな、そんな感じだもんな、優勝した時にな。本当そうなんですよ。でも出てきたら迫力が違うけど。いや全然違いますね。そんなにやることはないけど、まあでも気の緩みだけは持たさないようにね、選手。そうですね。まあしとかないと。はい、さあ日本ハム新庄監督です。まあさらなる高みだな、やっぱり望むことは、そうだな。だからまあ清宮でもやっぱ規定打席達してなくてもまあ3割いったとか、まあ田宮が前半戦首位打者争いするぐらいに打ってくれたとかしたけども、じゃあそれでいいのかっていう、しっかりした成績上げなさいって、率3割打つんだったらもう規定打席達して打ちなさい。タミヤはやっぱ3割打てる力がある、それをシーズン通してやりなさい、でマンちゃんマークされても打てなきゃだめなんだよって、それを今年は相当マークされたと思う、まあだけどマークされたって30本打ちなさい、まあそういう課題はいっぱい残ってるよね。そうですよね。まあ日本ハムは個々の課題かなっていう、個々がしっかり自分の長所とか、まあ欠点をなくしていくとか、まあそういう作業だね。あとはその秋季キャンプでは新庄監督がどういうふうに選手たちに何をそこでは注入していく、まあだからその勝つ喜びは知り、負ける悔しさは知ったけど負ける怖さは知らないんだよ、負ける怖さを知ってるのはジャイアンツなんだよ、はい、やっぱりね V 級時代からそういう伝統っていうのはつながってる、これはやっぱ負けると、なんか他から叩かれるとか、他に王座を取られるとか。だからボクサーが世界チャンピオン、リング上がるのが震えるぐらいなんか怖いんだって、これなぜかというとチャンピオンの座を奪われるという、その怖さを知ってるから、やっぱチャンピオンって強いんだって、だけどその震えるぐらいの負ける怖さを日本ハムの選手が知ると強くなるな、また一つ上のレベルにいけるっていう。やっぱね、ソフトバンクの選手たちっていうのは多分負ける怖さを知ってると思う。優勝してもクライマックスで負けたって、その後どのぐらい自分たちが落ち込むか、だからそういうことを知るということだよね。そうですね。あとはピッチャー陣に何かっていうのはどうでしょう、新庄監督がしてほしい。まずはやっぱ疲れとってほしいな。今年はねフル回転したよ、本当によく頑張ったと思う。だからまず疲れを取って来年に持ち越さない、まあそういう作業にしてほしい。キャンプは最後ですね、ロッテです。ロッテ、はい、お吉井監督です。悪くはないんだけどな、まあ投手陣も西野がよく投げたし、種市も途中中だるみがあったけど、しっかり投げた。小島も10勝したとか、良さはあるんだけど、ちょっと突き抜けないな。なんでしょうね。俺、種市なんか見てると力的には15勝ぐらいできる力あると思う。だけどそれがやっぱこう途中でポーンと切れるというか、そこの何かを超えていかなきゃいけない。そこを粘らなきゃいけない。だから FA 宣言して30億ぐらいの契約をもらえる選手にならないと。本来はそのぐらいの力。そのぐらいの力。それを吉井監督がどのように、ピッチャー出身なので。いや、ピッチャーの使い方ってすごくうまいと思うよ。やっぱただちょっと引っ張りすぎるところあるけどね。もうちょっと早く変えとけば捕まらないのにって思う時あるけど、やっぱこれがやっぱピッチャーの監督なんだろうな、やっぱもう限界ギリギリまで引っ張るっていうさ、ピッチャーの使い方がうまいっていうのは、その国吉がね、球団記録とか、そういうのを塗り替えたりだとか、いろいろしたけども、やっぱ本当にうまいよ。ただ信じすぎるところがあるな、選手をちょっと、特に増田ね。だから、ここら辺の後釜っていうのも作らなきゃいけない、今年はね。バッターで言えば、やっぱ藤原も途中で追い込まれてのステップとか、自分の形を作りつつある、だからああいう若手がやっぱりいかに伸びるかだな。それで中村奨吾、まだまだチームのリーダーだけども、あの成績でリーダーって言えないような危機感を持ってほしいな。それを持たせるのは監督の役目であったり、監督の役目というか、安田であったり、上田清人であったりとか、そういう選手になってくると思うんだけども、競わせるというか、山口もそうだけど、だから若手がちょっと伸び悩んでるというかさ、そういうところ、友杉とかね、ああいうところはよくやったとは思うけども、佐藤俊哉とかね、伸びましたね、佐藤俊哉選手。だけどやっぱこうチームの中心というか、キャッチャーってさ、大変だしさ、打線の中で言えば、やっぱ佐藤俊哉だったら6、7番打ってると楽だろうなと思うよね、まだね。だからそれが3番打ったりとか、いろいろしてるから、時にはね、それはきついだろうなって。だから安定的に6、7番打つには、例えば安田だとか、山口だとか、上田とか、そういった人間たちが、藤原もそうだな。やっぱ成長しないとなと思う。そうですよね。やっぱ角中選手とか荻野選手とかを脅かすような、やっぱり成長ぶりっていうのを、出しちゃいかんのよ。本来はね。いやもう代打でドーンってね、両投手が控えたら相手だって嫌だから。そうですよね。そのぐらい若手の選手だったり中堅どころをやっぱり育てていかなきゃいけない。この二人はしぶといけどな。いやそうなんですよ。だからやっぱりスタメンなんでしょうね。そうだな。だからそういうところを着手して、やっていくといいかなというふうには思う。来シーズン続投の7チームの監督ピックアップしましたけれども、続投の監督をピックアップしたということは、新しい監督もピックアップするということになるので、何を期待するかだよね。そうですね、そこです。